ちは、畑尾です。今日はケルトのフェアさんで初めてバグパイプをご紹介します。こんにちは、畑尾です。今日はケルトのフェアさんで初めてバグパイプをご紹介します。このバグパイプはケルトのフェアさんが独自にオーダーをしましたスコティッシュスモールパイプの多目的バージョンということで、まだ名前が決まっていないんですけれども、このバグパイプの特徴はですね、1オクターブの中で全ての半音が出せるということになります。1オクターブのバグパイプというのは世界中にありますので、例えばスウェーデンとかスコットランドとかブルターニュとかいろんな地域の曲をこれで吹くことができます。口吹き式でドローンが1本あり、そしてチャンターですね。チャンターは裏に親指で押さえる穴が2つあって、そして表にホイッスルの指プラス小指ということで7本の指で押さえるわけですけど、一番下がですねダブルホールになっていて C シャープと C を吹き分けることができます。ということで、今スウェーデンの曲とスコットランドの曲を吹いてみたんですけれども、ぜひね、あ、そうそう、このドローン、今例でしたけども、ここを閉じることでドにもできますので、つまり D 管としても C 管としても使うことができるんですね。ということでですね、非常に応用の効くパイプ、多目的パイプということで、開発しました。こちらは注文してから作るオーダーメイトで受けたまわります。